はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今日は、3月の6日ですね。朝です。で、雨降ってます。天気予報ではね、雨予報じゃなかったんですが、朝起きましたらね、しとしとと降っておりました。関東地方にとってはね、久しぶりの雨なんでね、これもいいかなと思ってます。で、たけし農場もあのヘアリーベッジをね、巻こうと思って畑耕したんですが、もう耕してるとホコリがね、すごく立っちゃってね、これは巻いても水分がなけりゃね、発ができないんでね、巻いてもあんまり意味ねえぞということで、耕してはあるんですが、種まくのをね、ちょっと断念しました。今日ね、雨降りましたので、午前中はどうかな、ちょっと畑抜かっちゃってね、厳しいかな。午後あたりね、巻ければヘアリーベッジの種を巻きたいと思います。で、じゃがいもの方はね、今一応よく育がしてるんですが、まだ芽出てきませんのでね、無理して早く巻いても意味ないんで、芽が動き始まってからですね、常温で芽が動き始まってから巻きたいと思っております。今ね、どこに向かってるかっていうとね、水仙ですね。水仙が一輪だけ咲いてるんですよ。毎年ね、ここもね、早く芽が覚めるっていうか芽が出るんですが、ここにね、一輪だけ、芽が出た水仙があるんでね、それを取りに行ってます。これですね。やはりあの条件がいいところはね、比較的早く咲きますよね。はい、そういうことで、うちの姫たちがね、腹減ったって来てますんでね。はい、よっしょ。朝はちょっとね、朝晩は少し冷え込むんですが、日中はね、かなり暖かくなりましたんで、もう本当は春ですよね。で、今年は桜もね、なんか早く咲くみたいんでね、ちょっと春が楽しみですね。よっこいしょ。三脚、カメラ三脚につけようかな。よいしょ。今からね、うちのお姫様たちのご飯を、さっきやったんだけどね、やっぱりプリンの入ってるご飯は嫌なんかな。よいしょ、よいしょ。よいしょ。新しい袋を開けなくちゃいけないんで、ハサミも持っていかないといけないな。よし。はい、じゃあこれからね、餌を与えたいと思います。よいしょ。あらららら、三脚の足が立っちゃいましたね。今朝餌やったんですけどね、これじゃ気に入らないみたいです。プリン入りのキャットフードですね。はい、これがプリン入りのキャットフードなんですけど、うちの お姫様たちは気に入らないみたいです。よいしょ。よし。はい、どっちでもね、好きな方食べられるように。プリン美味しいと思うんだけどね。よいしょ。よっこいしょ。プリンって大元は牛乳でしょう。原料は違うんだっけね。牛乳からできてんだから、動物性タンパク質なんだからさ、食べろよおめえらよって感じもするんですが、あれ、やっぱりこっち食べてるよ猫は正直ですね。はい、そういうことでね、久しぶりにね、雨降りました。
明日ちょっと出かけるんですけどね、今日3月6日はね、1日フリーなんで、まあやれることね極力やりたいと思います。で明日はね、嫁と大洗の方にね、小旅行行きますんで、そちらの動画もねおいおいと上げていきたいと思います。でこの動画もね多分、今日3月6日には投稿できないんで、もうちょっとあと2、3日後に投稿になると思います。はい、じゃあ今日もねよろしくお願いします。どうしようかな、ちょっと撮っていこうか、いいか。はい、こんな感じでね、お姫様たちは食事をしております。以上です。